なんか同じ人を例えばもし好きになったとしたら、うん、シメだけは嫌なんですよ。TravisJapan 松田元太とグループ一あざといシメかけ龍也が登場。恋の落とし穴、好きが冷める瞬間を徹底討論。いくら？やば。お姫様でにいてほしいっていう。女子ってそのなんかお会計になったらお手洗いに行く人だと思ったんですよ。さらにこじらせ愛理と意気投合。過去のあのちょっと自分が失敗した経験談とか聞きたいタイプ。愛理ゾンビに噛まれた。いたじゃん男版の私が。あざとくて何が悪いの？木曜深夜。トゥモロー・ジンナ。トゥモロー・ジンナ。